はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカショップオリジナル日産 GTR です。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカショップオリジナルの日産 GTR だね。で、ボディカラーに特徴があって、ガンメタの艶消しだね。すごくこうマットな質感で、触った感じがなんか石っぽい感じだね。すごくかっこいいです。フロント周りはこんな感じだね。 GTR のエンブレムがプリントされてます。で、ヘッドライトはクリアパーツになってます。で、ボンネットとかルーフはこんな感じだね。特にプリントはないです。で、横から見てみると、ここにトミカショップってプリントがされてるね。で、後ろの方はこんな感じだね。 GTR と日産のエンブレムがプリントされてます。で、テールランプはレッドの塗装になってます。で、運転席側の側面はこんな感じだね。特にこちら面には何もプリントがされてないです。で、リアウィングは一体成形になってます。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、あとドアの開閉機能があるね。で、裏の方は日産 GTR ナンバー23番の2016年の写真になってます。で、このモデルの場合、特に派手なこうプリントっていうのはされてないね。でも逆にそういうのがかっこいいね。個人的にはもうここのトミカショップっていうプリントもないぐらいが好きかな。箱の方は正面のパッケージに GTR のイラストはね。で、ここにトミカショップオリジナルのプリントがあります。で、側面はこんな感じだね。ここに日産オフィシャルライセンスのマークがあります。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカショップオリジナルの日産 GTR 紹介しました。両サイドに並べたトミカは、このシルバーのタイプが初回特別仕様だね。で、こっちのゴールドのモデルがトミカ博のイベントモデルだね。で、全部形はどれも同じだね。で、両サイドに並べたシルバーとゴールドのモデルはツヤのあるタイプだね。で、通常のトミカはだいたいクリアの塗装がされてツヤが出てるよね。で、このトミカショップオリジナルのモデルは光を吸収するようなマットな質感がすごくかっこいいね。で、ちなみにこのトミカショップオリジナルのモデルはオンラインショップのタカラトミーモールとかでは品切れになってるね。だけどトミカショップに行くと実店舗では販売してるみたいです。定価は648円だね。手に入れたい方はトミカショップ行ってみるといいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。